チームの、状態だったりご自身のコンディションについて教えてください。はい、チームは本当に、去年優勝してみんな若くて勢いがあるチームだと思うので、それを しっかり試合出せるように頑張りたいですし、自分自身もかなり最近は調子はいい方向にいってると思うので、 T リーグでまた成長できるように頑張っていきたいです。記者会見の方で吉田アベル神奈川 あのチームメイトの中には、あの美しい、はい、あの B の字がとにかく入ってるんだっていうふうにおっしゃっていたと思うんですけど、はい、具体的にどう入ってるのか、あの、はい、教えてもらってもいいですか。まあ、4人 だけなんですけど、いつも一緒に練習してる私と長崎選手と木原選手と張本選手は全員あの Me なんとかで、全員 Me で美しいっていう文字なので、あの木下は四味っていう風に覚えてもらえたら嬉しいです。木下は四味、はい、今シーズンチームの目標だったり、まあ、個人の目標というかを教えていただいてもいいですか。はい、チームの目標は去年初めて優勝することができたので、今年2連覇を目指して頑張りたいと思いますし、個人の目標としては T リーグも選考ポイントに関わってくるので、少しでも多く1勝して選考に有利になれるように頑張っていきたいと思います。少し前になるんですけど、はい、今月の最初の方にの国際大会で中国人選手 の、はい、ランキング1位の選手に勝利されたと思うんですけども、はい、その時の感想といいますか、どのように感じましたか。はい、もともと対戦したことあったんですけど、しっかり作戦を決めて、それを思ったことをしっかり試合の中で思い切って実行できたので、そこがこう最後まで自信を持って戦ったことが勝利につながったかなというふうに思います。すみません、最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今年も木下アビエル神奈川の応援よろしくお願いします。2連覇できるようにみんなで力を合わせて頑張りたいと思います。